はい、今日もジョギングに来ました。今日もね、今日は海の公園、はい、横浜市の公園なんですけど、海の公園を走ります。まあ、いつも通りですね、八景島のシティパラダイスの駐輪場にバイクを入れました。はい、ここであればね、周平さんがいるんで、安心してね、バイクを置いておきます。ここはね、結構いたずらされるんですよ。で、ここの駐輪場はね、周平さんがいるんで、安全です。はい。ね、八景島駅ですね。うん。では。はい。でね、この海の公園はね、一周がね、5キロぐらいなんですね。で、ただね、ちょっとね、困ったことに、舗装がね、石畳になってたんですね。結構ガタガタして転びやすいんですね。だから、あんまりこう、ペースを上げたりとか、意識しないで走ってると、転んでしまうことがあるんですね。はい。私も何度も転びそうになったことがあるんですけど。はい。まあ、その辺はね、ペースを落としてやっていきたいと思いますね。坂を上がると、八景島の駅です。じゃあ、ここからスタートしていきます。やっぱりね、駅明るいですね。で、駅正面から、階段というかね、スロープがあるんでね、スロープを入っていくと、海沿いのジョギングコースに入ります。今どうなったかな？あ、スロープが、どこだ？あ、あったあった。ね。ほら、ここからね、ちょっと舗装状態があまり良くない。良くない。しかも真っ暗。ちょっと怖いね。はい、平らなコースもできました。八景島を背にして、野島公園の方に向かっています。野島公園はね、結構向こうなんですよね。人工海水浴場なんでね、ぐるっとね、大きくね、長いビーチになってます、はい。この辺はね、海岸線沿いを走っていきます。まだこの辺はね、舗装はまだ綺麗なんですけど、この先はね、あの石畳になってね、ちょっと転びやすいんですね。ストレートコースに入りました。あ、舗装ね、そんなガタガタしてないな。少し直しましたね。こう一段上がってるところがサッカーグラウンドになってるんですね。時間5分、距離 0.43km、平均ペース11分30秒、km あたり。上にあるのがね、ウィンドサーフィンの帝国なんですね。この辺はね、ウィンドサーフィン盛んなんですよ。公園の外行くとね、一般の民間のお店もあるしね。ああ、花火大会の準備が進んでますね。ステージがあってね。で、砂浜です。綺麗な。素足で歩いて大丈夫ですね。ここはね。夜なんでね、全く見えませんけど、これは本当人工海水浴場で、ね、綺麗なビーチです。ジョギングコースの一番南側に迫ってきました。だいぶ近づいてきました。ビーチとしては一番南側ですね。この先はバーベキューのコーナーがあるんですね。あ、この辺ね、僕ね、インドサーフィンでセールを、作ったりとか、作りましたね。で、この辺から見ると、海の反対側が八景島の遊園地ですね。はい。ジェットコースターとか。で、正面が日産のオッパマ工場ですね。になります。で、これからビーチなんですけどね。ここから先どんどん海の中へ進んでいきます。まだね、500メートルぐらいあるかな。ね、深いところまで来たような感じなんですけど、実はかなり遠浅で、この辺りまでね、足が届きます。遠浅なんで。うん。で、特に大潮の引き潮の時なんかね、もう全然、もうこの辺りまで陸地になっちゃいますね。もうすぐね、行き止まりになります。あ、ちらほらとランナーの方いますね。で、時間15分、距離 1.40km、平均ペース10分42秒、km あたり。そう、手前の島が野島公園。この先行き止まりとかね、本当はね、右に曲がっていくと、
駐車場があるんですけど、ちょっと全くの暗がりなんで行かないです。そこの突き当たりまで行ったら U ターンします。43秒、キロメートルあたり、本コースですね。片道2キロぐらいなんですね。往復4キロぐらいな。5キロってちょっと間違いでした。この辺ね、石畳でね、結構転びやすいんです。あ、あれ建て替えたな、抵抗ね。サイディング張り。ちょうどそこに駅がありますね。シーサイドラインの駅としたら、2つ進んだかな。往復で4駅分走ります。八景島。はい、中間の駅の近くで、こう坂を上がります。そうするとね、グラウンドを見合わせるですね、場所に出るんですね。昔ね、来たんだな。ドローンの練習ができたかな、ここでね。今は飛ばせないですけど。その後、その前は、そうだね、バスケットボールがあるんでね。しかも何機もあるんですよ。で、練習したかもしれない。今は全くね、ダメですね。肩をね、痛めちゃってね。ほら、練習してる。ね。で、グラウンドがあって。うん、で、この通路、上がっていくと一番高台に出るんですね。よいしょ。最後、階段になっちゃうかな。確か。こっちが湾岸国道です。357号線。ちょうどね、直角に曲がるんですよ。八景島入り口のところで。横須賀に開通してなくてね。もう多分つかないだろうな。あ、練習してますね。サッカーとバスケットと。海は見るわけじゃないですね。サッカーグラウンドが見えるだけです。すごい台数止められるんですよ。まあ満車になることもあるのかな。潮干狩りの時はね、満車になるかな。ゴールデンウィークの時ね。で、メインロッジがあります。あそこね、食事ができたりとかします、ね、あ、今かき小屋ないんだな。そこにね、かき小屋があったんだけど今やめちゃったんだ。結構ね、客入りがあったんだけどな。駐車場。一回1000円で1日止められたような気がする。今、値上がってるかな。で、来た道はこの先なんですけど、暗いんで、こっちの駐車場の街灯のある方へ進みます。管理センター。そうそうそう。トイレもあるしね。ロッカーも確かあるな。うん。ね、シャワー施設もあったと思います。シーサイドライン、あ、走ってくね。八景島駅へ帰ってきました。あ、こうね、長い橋、ちょっと傾斜きついんですけど、ね、地ビールがあるんですね。お、女性ランナー。うん。ここがね、本当に安全なんで、女性一人で走っても安心なんですね。駅待ち。35分、距離 3.1